こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。 J タウンネット調べにて正直苦手な都道府県はという調査がありました。ババーン。あのさ、山梨くん、君、大阪の回し者だろ。チームワーク、チームワーク、かっこ笑い。あとどことは言わんが、近隣の県から嫌われまくっている県がありますね。もみじまんじゅう配って好感度上げて差し上げろ。互いに嫌い合う様を見るのは心が痛みますが、現実を受け入れることも大事だぞ。ガンは、名誉静岡県民の絆あかりです。それでは本日のニュースはこちら。ホドロホー、マリオの映画、とんでもないことになる。分断の時代、映画のあり方とは。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは、任天堂などが手掛ける映画作品で、日本で4月28日から全国公開されます。ゆかりさん、全国公開なんて言ったら、全国津々浦々の人々が見れるのではないかと勘違いしちゃうだろ。山梨と高知はな、もう県内に2県しか映画館がないんだぞ。映画館がない地方民の気持ちを分かってやれよ。他県をディスるデータだけはほんと詳しいな、こいつ。世界で大人気のコンピューターゲーム、スーパーマリオの映画ということで大変注目されているこちらの作品。しかし一部の人からは、あまり歓迎されてはいないようです。1993年の実写映画、スーパーマリオ、魔界帝国の女神で、ルイージ役にて出演したジョン・レグイザモ氏はこの映画について。マリオ映画のリブートはいいアイディアだが白人ばかりになったのは残念だ、とツイート。主役にラテン系がいない。原作では画期的な色盲のキャスティング、それにこの映画を脚本的にうまくやる方法を知っているのは、僕しかいないんだ。と、絶対に映画を見ないと酷評している模様。何様のつもりだよ。私だって作中に静岡県民が入ってないのを我慢してるのに。99割の映画を我慢してみてそう。一応彼の立場としては、色白のラテン系俳優であり、肌を焼かないために日光を極端に避ける生活を長年にわたり送っているようです。過去、映画界において、ラテン系俳優で成功するためには色白でなければいけなかったようで、その問題を提起するために、積極的に政治意識を持っているようです。一族を殺され闇落ちしたラスボス感あるエピソード。とにかくこういう意見もありながらも、アメリカでは日本より一足早く、4月5日に公開されました。そして大手レビューサイトの評価がこちら。56% と 96%?56% の方は特定の批評家だけがレビューできる数字で、96% は一般の評価となっています。つまり、映画批評家の評価と大衆の評価に大きな乖離があるわけか。酷評している批評家の意見として、退屈で子供騙し、ムービーや音楽は素晴らしいが、オリジナリティに欠けるなどの意見があります。おい、言葉を慎めよ。それ実写版、鋼の錬金術師の前でも言えんのか？3部作完結させただけで評価してあげようよ。さて、一般観客の評価は高いようですが、果たして実際の興行収入はというと。初日の全米興行収入は5500万ドルとなっており、アニメ映画としてはインクレディブルファミリーに次ぐ第2位という好スタートを切りました。公開初週で3億6800万ドルとなっており、2023年最大の観客動員数を誇ってしまいます。強い。ネット民の反応は、ポリコレ意識してないだけで加点要素なんだよな。嫌なら見るな、で終わりだろ。批評家評価低くて観客評価高いのはめっちゃ期待できる。マリオが急に思想を語り出したら嫌だろ、アクション全振りで良いんだよ。等の意見がありました。個人的には、最近のアニメ映画ですと、ブルージャイアント、グリッドマンユニバースはガチでおすすめできますね。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね、定期。謎の獣赤面は、長靴を履いた猫見に行ったらしい。獣要素あんまりなかったけど面白かったって言ってた。謎の獣赤面、一体何者なんだ。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きましてボイスロイドいいニュースです。ホガラホー、兄弟、仲直りする。動画刺繍作家である田口夏美さんのツイートが話題です。些細なことから喧嘩してしまった、4歳と2歳の兄弟。弟がお兄ちゃんに向かって、嫌いと言ってしまい落ち込んでしまいます。しかし大好きなお兄ちゃんと仲直りしたい弟くんは、勇気を振り絞り、ごめんねと言います。するとお兄ちゃんは弟を優しく抱きしめます。無事仲直りすることができました。ツイッターの民は、大人でもなかなか言えない言葉を言えるのは素敵だね。人類がみんなこれができれば世界は平和になるのに、など反響を呼びました。それではあかりさん一言どうぞ。小2の時先生が、謝りなさいって言うから、ごめんね、って謝ったら千代子ちゃん、ERです、って言いやがった。先生は、許してもらえるまで謝りなさいって言うし、ガイアは、ちゃんと謝れよって茶化すし、やっぱ日本の学校ってクソだわ。そうですか、ありがとうございました。
それでは最後に謎かけを。兄弟とかけましてお葬式と解きます。その心は？どちらも喧嘩することもあります。ご視聴ありがとうございました。